大丈夫ですか。いやもうやりたくないっすら怒られるけどめっちゃ息上がってる。始まりました。高校生卒業まで無名だった選手がテニスを強くなるための方法。はい、今日も吉川選手に来ていただきました。よろしくお願いします。笑っちゃってダメですよ。いやこれでいい。これでいい。マジっすか。まあまあいつもこんな感じでゆるくやってますけども、はい、もうこれが素です。はい、まあね、はい、すいません。この間なんかでもね、結構ね、ちゃんとテニスを取り組んでるっていうか、うまくいかなく頑張ってる方にはすごく好評で、はい、はい、いいねマークもですね、もしよろしければチャンネル登録もですね、お願いします。はい、ぜひお願いします。で、この間、ね、基本のクロスのラリーの話をしたんですけども、はい、本日は何がこうポンと思いつきますか。なんかとりわけなんかこうそういう練習とかしてるんですか。なんかいつもオーソドックスな感じで、はい、ストレートラリーから始まって、はい、クロスラリーやって、はい、気になるとこやってポイントやってって、はい、なんかそんな特別なことしてなくて、まあ、基本が大事だよね、まあ、特別なものをして上手くなるってわけじゃないんですね。まあ、特別なものあれば絶対した方がいいと思うんですけど、はいはいはい。じゃあその中ですね、吉川選手ですね、はいはい、2つ目、今日は第2弾になります。何かピンときたものでいきましょう。ピンとくるもの特にないんですよね。それはそれで。じゃあ、まあクロスその次何かあれば球出ししますか。球出しで、はい、今日はどんな球出しで。球出し振り回されますか。振り回し、はいはい、振り回しのこの注意点とかってありますか。注意点よくなんか聞くのが、部活とかの振り回しやってもちゃんと振り回しのポイントを押さえてる人とそうじゃない人、なんかとりあえずなんかまだボール追いついてない次のボール出すとかなんかいろいろあるじゃないですか。その意識していくところ、しているところ、意識しているところ、その振り回しを、まあ、初めじゃあ出す側として意識をしているところは、はい、なんかこう振り回しもただこうなんていうんですかね、こう なんて言えばいいんだろう、パッとこう短い時間でちょっと強度を上げてやるのか、長めにそんなにこうなんていうかな、こう短距離のダッシュ&ストップをするのではなくて、ちょっとこうゆっくりめで長く動き続けるのかっていうところと、その2つの違いは。ちなみに短いのだと大体何球何秒、まあ大体10球、はい、長くて30秒ぐらい。長くて30秒、はい、なるほど。ですね。で、逆にこの受け手側、はい、ボールを受ける側としては、はい、まあ、その選手として練習をしているときに、はい、こう望むものっていうか意識していることっていうのは、ひたすらもう自分が打つ形にこだわって打つっていうところですかね。なるべくこう崩されたところでもちょっとでもこう自分がちゃんと狙いをつけて打てるようにっていうところで、このボールの入り方だったり、はい、準備の仕方っていうのは大事にはしてます。コントロールとかスピードとかコースとかもそれ全てそうですね、はい、なのでこのふわーんって返すわけではないってことですね。そうですね、なるべく。なるほど。じゃあそれではですね、行ってみましょう。はい、今日は振り回しです。よろしくお願いします。
はい。もう著しく分かりますね。いやもう二度とやりたくないいやすごい、大丈夫ですか。いやもうやりたくないっすら怒られるけどめっちゃ息上がってるまだ全然いけますか。まだ全然まだアップぐらいですねこれはい、あよかったら吉川選手の玉出しを元気ですぜひお待ちしております。ちなみにこれって何セットぐらいするんですか。何セットっていうのは特に毎回決めてはなくて、はい、まあ、その日によって体の調子だったりとかどんぐらい動けるかっていうので調節しつつっていう形で、まあ、例えば早いの10球とかだったら、はい、まあその、まあ、頑張っているこう、はい、選手の子たちもいると思いますけど、はい、そういったらどのくらいをまずこう目標にこう初めの。そうですね、6セットはいきたいなっていう。はい、僕も2セットでもう僕は2セットほとんど取れてない、まあ、ジュニアに限らずなんですけど、はい、1ゲームの平均のポイントがだいたい6ポイントで、夏場の暑い時期にこう太陽の下でハードコートで暑い環境でやるってことを考えたら
そのぐらいはやっといた方が試合で楽かなっていうのはありますね。そういうこうね、普通の球出しみたいな感じでもそうやって目的持って持つとやっぱ全然違いますね。その話聞いてて、ね、はい、自分とかもね、ジュニアの子とか、まあ、生徒さんもね、まあ、割とガチの方多いんで、まあ、あれですけど、振り回しするときに、はい、まあ、試合出てる方に対してはそういう持ち、ね、気持ちの、そうですね、ね、自分のイメージで出すのとそうじゃないのとはすごく、はいはい、身をもって知りました。はい、もちろんあの受ける側のこう目指すところだったり体力だったりこの年齢層とかもそうですし、ってところで調節はしなきゃいけないところだとは思うんですけど、僕なんか思い切って全部しっかり打ってきて途中で僕スライスで逃げてました。逃げたっていうか追いつけないっていう、はい、初めのボールは結構ああなんか割と頑張れるかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱちゃんとしたっていうか吉川選手が言ってるようなこう球出しになってきたときに、いやあれ追いつけないし1球打ったらもう無理だなってね、やっぱね、限界は作っちゃダメだと思うんですけど、はい、僕も僕なりに精進していきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。そういった形で今回第2弾ですね、もしよろしければまたチャンネル登録ですね、いいねボタンお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はもうですね、新コーチも下川選手もね、医者講師にも手伝ってもらい、すごい贅沢な、第2話目でしたけど、また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さよなら。ありがとうございました。